山が人気の中心です。5区をなりました。第6レース発走。さあ、その九州勢が前取りへと各々出ていきます。内からの1番の増本和志が自ら誘導員との距離を縮めて、4番車内山拓が早速追っていきます。2番の沼川夢久3番手、5番の松永明則、そして6番の高橋昭久と続いて最後尾3番の湯浅大輔という序盤戦です。6番の高橋が位置を上げていきまして、 3、4番手に高橋、沼川の連携が出来上がります。従いまして、 5、6番手が難関勢、3番の湯浅、5番の松永の2車です。2対2対2、6車立ての3分戦です。1列棒状となりまして、2周回目と入ります。先頭の1番の松本は昨日からの補充参戦、51走目は前脚から突っ張って逃げ残る3着でありました。松本が昨日の気配でかけてくれれば、勝機到来は必勝か。4番の内山拓が追走です。6番の高橋が3番手、連日短期戦でしたが今日は並びができます。番手がある高橋にマーク、2番の沼川、そして難関両者湯浅は初日中段から待っております。2周回目、2センターから4コーナーと向かっていくところ、後方から2車難関ラインが動きを見せます。3番湯浅が車を前へ前と進めていく、追っていく5番の松永と2車でまずは前を抑えていきました。誘導を残して1番の松本は車を引きます。さあ、今度は6番の高橋が上がっていく、2番沼川を追っていきまして、6番2番、この両者が2コーナー回ったところで前段に、九州勢は5、6番手に引き切った体勢で金が入ります。中段は難関の2車、さあ金が入りました。2センターから4コーナーへと向かっていく。さあ、6番の高橋が最終日先行か、1番の松本が巻き返します。さあ、競争は最終周回、ホームかまして1番の松本前を叩いて主導権を奪いました。4番の内山が追走しまして、九州勢ができまして2コーナーカーブ、後方からは3番の湯浅が仕掛けていきますが、中段の抵抗ありましてなかなかいけないか。さあ、番手4番の内山は十分に車間を切って、3コーナーからにセンター、余力は十分のようだ。6番の高橋3番手、そこから追い込んでいきますが、2番の沼川もコースを探っていくんですが、まずは4番車内山拓、2着争いで2番の沼川、5番の松田が内の1番松本あたりか。第6レース A 級一般戦、リプレイをご覧いただいています。1番の松本和志がホーム前を叩いてかけました。追走4番の内山拓、道中は車間をしっかり切って余力は十分です。4番の内山が1着、2着争いで1番の松本、そして2番の沼川の2車に絞られました。このアングルでは非常に際どく見えます。2着は1番と2番の接戦、投票権は切に大切にお持ちください。決定放送お待ちください。第6レースでした。